本当は、結構ベタベタな子なんですけど、今日はちょっと緊張してしまっていて、なんかいつものみそらちゃんっぽさが出ないんですけども、おやつは食べてますねっていう感じですね。はい、はい、みそらちゃんよろしくお願いします。ありがとうございます。おやつは大好きみたいです。おいで、おやつ食べる。次の方すいません、続いてキャピンのアリエルです。この子私が預かっているんですけども、もともとすごいなんか野良犬っぽかったんですけど、2ヶ月で結構人慣れもして、こういう場にも出れるようになりました。でこれからもっと伸びていくと思いますので、その過程を一緒に楽しんでいただけるご家族様を探しています。よろしくお願いします。すいません、3頭目、キャピンのまこちゃんです。白芝っぽい子なんですけど、白芝と言っていいかどうかちょっと微妙なところですね。去年の春ぐらいは結構人が嫌いでお口が出たりしてたんですけど、いつの間にかなんかお散歩より撫でられるのが好きっていう子になっていきました。なんかご家庭でゆっくりまこを撫でていただけるご家族様を探しています。よろしくお願いします。はい、次。じゃあすみません、続きましてキャピンのカンちゃんです。ユニークなお顔が特徴的なんですけども、ものすごく性格いい男の子で、お座りとかお手とかもできますね。この子も飼育放棄で、去年から結構里親から出てるんですけど、愛されキャラで人気はあるんですけど、なかなかこうお迎えしていただくご家族はまだ出てこないということで、引き続きご家庭を探してますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ顔かわいい。続きましてキャピンのリラちゃんです。穏やかな女の子っていう感じのタイプの、そうですね、美人さんのワンコです。先月芝生が広い譲渡会に出た時、いつもこういう感じで穏やかなんですけど、その時はなんかはしゃいでキャンキャン騒ぎながらこう走ってたんですよね。だからなんかそういうところに連れて行っていただけるようなご家族を探していますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。キャピンから来ました琥珀くんです。2歳弱ぐらいで、今シェルターに来て1年5ヶ月ぐらい経ちまして、来た時はもうちょっと子供でビビリだったんですけど、すごく四国犬が入ってるようなルックスで、とにかく賢くてちょっとビビリなんですけど、ビビリな分賢いっていうことでこの好奇心旺盛な時期に家庭に迎えていただけたらなということで、1年ぶりに里親会に来ましたので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ソラです。1歳ちょっとで、まだ元気いっぱいで、お家でもちょっといたずらすることもありますけど、性格はもう抜群に良くて、人間は誰でも大好き、ワンちゃん猫ちゃんも誰でも大好きですね。一緒に暮らしやすいと思うんですけど、ちょっと大きさもありますので、お散歩もまだちょっと練習中なところがあります。そういうのも全てまるっと受け止めてくださる方を探してます。お願いします。お願いします。ありがとうございます。性格はとっても穏やかで、人は大好きです。でただ犬同士とも問題なく暮らせる子なので、先住犬を産む関係なく暮らせると思います。よろしくお願いします。お願いします。あと子猫ちゃんも5匹
私いるんですけど、あとこちらの方にあのケージの中にいますので、ちょっともしあの気になる方がいたらお声かけいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。